前奏曲、アリアと終曲は、セザール・フランクが1886年から1887年にかけて作曲したピアノ曲。フランクは、デビュー後しばらくの間、父の意向に従う形で、ビルト・オー・ゾ・ピアニストとして活動し、華やかなピアノ曲を多数作曲させられていた。しかしながら、父の管理から逃れるように、ピアノ音楽から離れて百四十八年に、 オルガニストとなった彼はその後1884年にピアノと還元楽のための公教詩ジンを書き上げるまでの間40年近くもピアノに焦点を当てた楽曲を書こうとしなかった。突如ピアノ曲の作曲を再開した彼はジン以降の数年間にこの曲と前奏曲コラールとフーガや公共的変奏曲など名だたるピアノ音楽を世に送り出すことになる。 初演は1888年5月12日、ボルド・ペーヌ・プジンのピアノで国民音楽協会において行われた。フランク門下で死に浸水していたバンサン・ダンディはこの曲と前奏曲コラールとフーガがベートーベン以後初めて現れた語るにたるピアノ音楽であり、前者はそなた形式の革新のために大きな役割を果たし、たと激唱する言葉を残しているが、 初演表は斬新なところのない退屈な作品といったものだった。作曲家の八代昭夫はこの曲が前奏曲コラールと風がよりも高い完成度を有し、流霊かつ名跡あると評価しながらも、ピアノ音楽的ではなくあたかもオルガン曲もしくは弦楽合奏曲であるかのように響くというアルフレッドコルトーの言葉にも理解を示している。ピアニストのスティーブン・ハフは、 両曲が構造的な面で共通項を有しているのみならず、主題にも共通の恩恵から作られたものがあると指摘している。曲は初演者のボルド・ペイヌ・プジンに検定されており、アメル社より出版された。約19から25分前奏曲、アリア、終曲の3つの部分から構成される。各部分は連結していないが主題は関連しており、循環形式による統一が図られている。 モデラート4、4拍子、補聴調で穏やかに開始する。形式的には、ロンド形式もしくは、そなた形式に準じる形式とみなすことができる。内静を含み、柔度を超える広いポジションの和音が用いられている。完全終止を経て一呼吸を置くと、新しい主題が補聴調に出る。そのまま勢いを増して、冒頭の主題が、ホルテッシモ、補短調で現れる。 次に二部音符による主題が奏でられ、伴奏音形の音歌が次第に小さくなるとともに、音量を増して新たな楽奏に突入する。その後、冒頭主題が再現されるまでの間に、アリア部や終局部の主題がほのめかされ、最後は補聴調に戻って終了する。連と補聴調に二拍子に開始するが、16小節の助走のうちに、転調して変異調調の主題がそうされる。 これを含む3つの主要なエピソードが2度そうされるうちに雰囲気が移り変わっていく。各エピソードは鬼域を変えて一度に2回奏でられる。楽譜のどのページにもカンタービレやドルチェといった指示が書き込まれており、高い表現力を求められる。最後に助奏の主題が再現され、静かに集結する。アレグロモルトへアジタート、4、4拍子、英派単調。 自由なそなた形式。低音によるピアニッシモからの不穏な助走に開始し、これがそのまま姿を表して第一主題となる。一方、第二主題はスタッカートによる軽快な楽句と二長調の楽句から構成される。展開部は ABA の形を取るが、A が第一主題であるのに対して B はアリア部で扱われた主要エピソードである。再現部では両主題が再現され、 第2主題からの速度を維持してそのまま広大となだれ込むが、ここで堂々と再現されるのは前奏曲部の冒頭主題である。その後は落ち着きを取り戻して終わりへ近づいていくが、ヤシはここで前奏曲部の主題とアリア部の主題が対砲処理により同時に演奏されることを指摘している。最後は補聴調で静かに全曲を閉じる。注釈出典。ありがとうございます。